楽天の開幕投手が今日発表されました。去年チーム最多の11勝を挙げた則本投手が25日の開幕戦に先発します。球団最多7度目の開幕投手です。則本投手は去年先発の軸として11勝を挙げ大活躍しました。自身3年ぶりの2桁勝利で復活を印象付けた1年でした。則本投手が開幕投手を務めるのは2年ぶり7度目。岩隈久志さんの6度を超え球団最多となります。開幕戦は25日楽天生命パーク宮城で午後4時から行われます。すごく大切な試合を任されたということなんで、まあ、緊張感ありますけど、まあ、とにかくその開幕に向けてうまく調整していきたいなっていうのは、はい、思います。